ストリーム・オブ・パッションは、オランダ出身のシンフォニック・メタル・バンド。オリジナルラインナップ・マルセラ・ボビーを2009年2005年、ロック・オペラ・プロジェクト・エイリオンを主催する、アルイエン・ルカス・センを中心に結成。同年、デビューアルバム、エンブレイス・ザ・ストームをリリース。これは、ウェブサイト販売のみという、異例の方式であった。2007年、創始者のルカス・センが、 エイリオンに専念するため脱退し、バンド活動が停止。アレハンドロ・ミラン、ロリ・リン・ストルトも脱退したため、マルセラ・ボビオ、ヨハン・ファン・ストラタム、ダビ・ミッケルスに、ジェフリー・レベット、エリク・ハゼブルック、ステファン・シュルツを加えた、新体制で活動を継続。2009年、セカンドアルバム、ザ・フレーム・ウィズ・インをリリース。ダビ・ミッケルスが脱退し、マルタイン・ペーテルスが加入。 2011年、サードアルバム、ダーカーデイズをリリース。2014年、資金難に苦しみ、右翼曲折を経て、支援を得た、ホースアルバム、アオーオブアワーオーンをリリース。2016年4月、年内いっぱいでの活動終了を公表。左ファンストラタム右マルセラボビオ2006年、ありがとうございます。